昨日訪ねたのは名古屋市中区大須にあるフルーツショップレモン屋。真剣な顔で携帯を眺めていたのは店主の片岡哲也さん、うん、見ていたのは中区の寺万松寺で行われた棋聖戦五番勝負の第4局です。愛知県瀬戸市の藤井聡太五冠に永瀬拓矢王座が挑みました。明日19日が20歳の誕生日の藤井五冠にとってこれが10代最後の対局に。まもなく午前10時ですけど。そうですね、本当緊張しております。いよいよその時が来るんだなと思って対局見ようよ。待っております。待っていたのはおやつの時間。これまで将棋のおやつはピオリンをはじめ大きな経済効果をもたらしてきました。万松寺ではおやつのメニューに4店舗10品を掲載。その中から両対局者が選ぶのです。もともと人気があったと思うんです。永瀬先生のデザートで選んでいただきましたとご報告いただきました。挑戦者の永瀬王座がレモン屋のおやつを昼食と一緒に注文。作るのは店の看板商品であるメロンババロアをこの対局のためにバージョンアップしたもの。厳選した愛知県産のメロンを大きくカットし将棋の駒の形のチョコレートを乗せた、こちらが棋聖のババロアです。これを万松寺まで歩いて持っていくと言います。歩いて慎重に。責任重大ですね、焦げないようにしないと。正午前、万松寺に向け出発します。最初から怖いですね。久しぶりの晴れ間となった昨日、炎天下の中崩さないように慎重に運んでいきます。歩くことおよそ5分、無事到着。よかった、無事到着。万松寺の中へ。永瀬王座、名古屋名物のひつまぶしとともにこの棋聖のババロアを食べたということです。長いからね、試合対局は。無事お渡しいたしました、うん、よかったです、うん、一方、藤井五冠のおやつは対局の中身はおやつ、やおやついつも可愛いの選ばれるんで、ああ選ぶだろうなと思ってました。可愛いもので土地のものを選ぶじゃないですか。そんな予想通りのおやつがこちら、うん、ケロトッツォとシャチモナカのセット。ケロトッツォ行きました。ケロトッツォは青柳総本家の名物カエルまんじゅうに生クリームとクリームチーズをミックスしたものをサンドした商品です。藤井五冠がおやつを頼んだ直後、お店を訪ねると、どうして何ですかね、まだそこまでこの後影響は出てくれることを祈ってます。影響はすぐに出てきました。あるよあるよという間に人だかりが。需要を見込み通常の土日の3倍は用意したといいますが、販売開始からおよそ2時間あっという間に完売してしまいました。元々人気あったかもしれないけどね、うん、噂に今聞いてました。本当にすごい効果だなっていうところで、本当に藤井棋聖には感謝の言葉しかないですね、うん、同じくケロトッツォと共に提供されたシャチモナカにも影響が。駅の売店様とかで取り扱いしていただいているんですけれども、その在庫の減りがいつもよりかなり早いなっていう感じで、で何度も配達行ってですね、納品をして。お店にも同じものを買い求めにファンが訪れていました。昨日は通常のおよそ3倍の売れ行きだったといいます。すごいよ。いや、もうドキドキなので、こういうので食べて紛らわせて気分を落ち着かせたいなと思いまして、うん、そして昨日午後6時半ごろ、藤井五冠が104手で永瀬王座に勝利。10代最後の対局を白星で飾り、棋聖のタイトル3連覇を果たしました。14歳の時代ね、ニュースの。明日19日が誕生日の藤井五冠にこんなサプライズが。負けることもあるんですけど、いやいや、
行軌道が全部キロ、全部キロ。あれ？なんと師匠の杉本昌隆八段がケーキを届けに登場。わ、藤井五冠の笑みもこぼれていました。うん、わ、嬉しそう。あの師匠からケーキをいただいたのはおそらく初めてだと思います。はい。あの毎年お正月にあのお年玉をいただいていたんですけど、多分次からはないと思うので、その代わりに、はい、今回ケーキをいただいたのかなと、はい、思っています。まあ、実力を、はい、高めていくために今後の数年というのは非常に大事な時期になってくると思うので、そうです、まあ、そういう意識を何というか常に持って、はい、取り組んでいきたいと思っています。五冠だもん。二十歳になって最初の対局は、一宮市出身の豊島将之九段との王位戦七番勝負の第3局で、あさってから兵庫県で行われます。